皆様こんにちは本日は9月22日に東証グロース市場に上場のファーストアカウンティング株式会社についてご紹介しますスタジオには代表取締役社長の森啓太郎様にお越しいただいております事業の内容や特徴企業理念などお話を伺ってまいります森社長よろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします 当社ファーストアカウンティングは会計分野に特化した AI ソリューションの経理 AI 事業を手掛けているということですけれども、会社概要から教えていただけますか。はい、承しました。あのファーストアカウンティングの社長の森でございます。あの私の方で会社概要をご説明させていただきたいと思います。でファーストアカウンティングはあの浜松町にあの取材地がございます。あの九十二名の会社になっておりまして。 あの私たちは日本では珍しくですね大手エンタープライズ向けの SARS を提供しております。で経理の DX ということであの AI を経理業務をサポートする AI を作っているということでございます。で主な受賞履歴ということでございますけれどもみずほイノベーションアワードであったりとかあの s a p コンカーさんのアップセンターでの連携実績がナンバーワンだということで3年連続であの s a p コンカーのプラットフォームパートナーアワードというものを受賞させていただいております。 また MM 総研さんの方でも DX 支援ソリューションということで今年受賞をさせていただいております。でまずあの私たちの,あの創業時代使っている基本戦略ということについてお話をさせていただきます。私たちこの3つの円のですね重なる部分に営業リソースを投下してきたという形でございますけれども1つ目の円はですねあの大企業向けの経理 DX ということでございまして大手企業向けの経理業務の AI サーズの会社でございますでまたあの私たち一社当たりの客単価ということに関しましても大手企業ということですのであの比較的高い単価で課金をさせていただいているサーズになっておりますでまた私たちが世界でですね競合に負けないポジショニングがどこなのかという意味で世界一になれるナンバーワン戦略を取り得る領域について営業リソースを投下している会社でございますそれぞれの円について詳しくご説明させていただきたいと思います まず1つ目のあの大企業向けの経理 DX ということでございますけれどもご覧のとおりですねあの日本を代表する大手企業様であのご採用いただいてる a i サー r s でございますあの全て経理業務で使われているというのが大きな特徴でございますでまた1社当たりの客単価に関しましても月額で平均で100万円という形になっておりますでまたあの1年目2年目3年目という形であの徐々に多くの利用を いただいているといったところが特徴かなというふうに考えている次第でございますでまたあのナンバーワン戦略の裏付けとしまして MM 総研さんおよびあのデロイトミック経済研究所の各種あのリサーチ調査におきまして経理 DX 分野におきましてファーストアカウンティングのマーケットシェアナンバーワンであるということをまあ、データとしても取れてますよということでございますでまた事業概要についてあの簡単にお話をさせていただければと思うんですけれども あの、弊社は3つの事業を営んできました。あの、最初、私たちが起業した時には、あの、日本における会計ベンダーさん、および ERP ベンダーさん向けに、AI を裏方として提供するということで、画面なしの API 提供してきたということでございます。例えば、領収書ロボタ、請求書ロボタというのは、AIOCR を意味しますし、あの、一方、経理業務というのは、OCR だけでは立ち行けませんので、 あの仕分けロボタであったりとか関係のある書類のみをですね講談の会計システム ERP に持っていくあの振り分けロボタとかですねさまざまな AI を作ってきましたでまたあのコロナ禍に入りますとあのリモートアークニーズが増えてきたということとあのすぐに使いたいですよといったお客さんが増えてきたことからあの画面ですねユーザーインターフェースを作ってあげてあのロボタをですねより早く導入できるようにという形で作ったのがリモータというサービスでございます で右側の方のですねあのペポルというのは皆さんお聞きしたのは初めてかと思うんですけれども去年の10月にあの業界では大きな変化がございましてあの日本のデジタルの請求書デジタルインボイスといったものが今までいろんなフォーマットがあったんですけれどもフォーマットが統一されることになりましたということでございます。 および会計ベンダーさんの民間の集まりがあるわけなんですけれども、まあ、そこでフォーマットを統一していこうというふうになりましてヨーロッパの,あの企画になるんですけれどもペポルというものが統一企画で決まったということでございますでヨーロッパの,あの企画になるわけなんですけれどもちょうど皆様があのこの視聴をご覧いただいている時にインターネットにアクセスするにはインターネットプロバイダーが必要なようにあのペポルの請求書のネットワークに入ってくるにはプロバイダーが必要でございましてあの弊社の方は 日本で最初にのペッ o ルアクセスポイントプロバイダーに認定を受けた会社でございましてそういったこともありまして国内の大手の会計ベンダーさん ERP ベンダーさんの23社とすでに契約が取れてますよということで皆様がパッとイメージつくようなところはおおおむねファースににななっっってていいるとた状況りますそのような状況でございますので左側にございますように中小企業さん 向けにはですね私たちの営業マンは訪問することはなく会計ベンダーさんあるいは ERP ベンダーさん経由ですね弊社23社契約ありますので AI のご提供を差し上げたりあるいはペ e p o といわれてる一方我々のメインのターゲットである大手企業様向けに関しましては私たちの営業が直接訪問を差し上げてあのご提案を差し上げたり。 あるいはあの IBM さんやアクセンチュアさんを中心とした私たちのあの販売パートナーでご提供するといった事業形態を取らさせていただいております。右側の方はコンサル売り、左側の方は OEM 売りというような形になっているということでございます。で業績ハイライトでございますけれども、あのすでにあのプレスリリース差し上げている通りですね。今年の売上は12億で着地見込みでございまして、当期純利益は1億900万で着地見込みでございます。 こちらにございますようにですね、売上総利益率ということで、あ,のあらりがあの劇的に改善していっていのをご覧いただけると思いますけれども、あの今日現在であ,のあらりは63%ということでございますけれども、これまだあの70%に向けてあの徐々に改善していくだろうというふうに私たちはあの見込んでございます。でまた、業績の推移ということでございますけれども、売上上あの内訳もこちらに記載がございます。で34%の売上は あの私たちの,の OEM のパートナーということで会計ベンダーさん ERP ベンダーさんが中小企業さんに提供する際の売り上げ一方私たちの,あの大手企企業業様様エンタープライズ企業様向けの売上が66%といいう形になってございますこの赤色の折れ線グラフに関しましてはあの新規の獲得を記載させていただいておりましてあの新規の獲得も順調に進んでますよということを表しております。 で、導入者数はあの99社というのが6月末でございまして、あのすでに100社を超えているといった状況になってございます。新規の獲得もあの既存のあのアップサルクルセルも上手くいっているということでございます。で、また、あの日本の sars におきまして、黒字転換をして上場するのは非常に珍しいというふうによくお言葉をいただくわけなんですけれども、もまあ、その秘訣はですね。広告費用に頼らず、ともま事、あ、業を伸ばすことに成功してますよということでございます。 であの売上広告比率なんですけれども売上に対する広告比率が6%のみという形になっておりまして打ち明け的にはウェビナーの外注費用とあの我らの販売パートナーさんのイベントに出演するための,あの費用という形になっております。ですので SARS の,の,の経営者私の方でもお知り合い多いわけなんですけれども今日現在で Google アドバイスの使用をしてなかったりタクシー広告を使ってなかったり。 あるいはテレビ c ムを打たない会社って非常に少ないのかなと思うわけなんですけれども私たちはエンタープライズサーズでございますのでそれらの広告を使わずともあの事業を伸ばすことに成功している会社でございますまたあのアメリカではですねこのエンタープライズ向けのサーズって非常に多いわけなんですけれども例えばサービスナウとかクーパーとかですね赤前テクノロジーズと一緒にあの多いわけなんですけれども国内では中小企業向けのサーズが多いということなんですが あの、私たちの、あの、k p ご覧いただける通りですね。一社あたりのライフタイムバリューが7800万という形で非常に、あの、大きくなってございますし、平均の契約年数も3年弱の28ヶ月。で、RPO というのは、あの、契約が取れてる価値の総案になるんですけども、17億。で、売上に対する、あの、スタック比率というのは、あの、売上に対する毎月固定でお客様からいただける、あの、金額。 があの売上に対して93ですよという形で非常に安定をしているビジネスモデルを構築させていただいております。でまたお客様の満足度が高いという表れである解約率の低さというのも特徴でございましてあのグロッシャンレートといいますのがあの毎月いただいている売上のに対するです、ね、解約比率があの1%のみということでございます。でまたあの辞めてかれるあの方よりも あの、アップセルクロスセルが多いということで、あの、ネットチャンレートはネガティブチャンを実現している会社でございます。既存のお客様の、あの、辞めていく方よりも、あの、アップセルクロスセルされる方が多いということで、まあ、既存の方も非常に順調ですよということでございます。また、あの、高い成長率ということで、あの、CAGR は56%という形になってございます。で、当社の強みということは3つございまして、1つはあの AI のござ、あの、AI の会社でございますので、 AI のですのでで、ね、す極端な話あの AI のエンジニアはあの1名で済むわけなんですけどもあの1個作ってあの横転化をしていくわけなんですが私たちは20人のエンジニアを採用してそのうちあの AI のエンジニアが6名おりますのであのどん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 あの生成 AI をはじめとする AI を開発して SARS 化をしていきますということでございます。またアノテーターというのはあのお気を帯びない方もいらっしゃるかもしれませんけども。 AI を鍛え上げるための教師データを作るといった仕事に従事している人たちが内製化できてますよというのが特徴になってございます。で2つ目は SARS をですねコンサル会社様とか SI さんがですねパートナーに担ぐケースって非常に少ないわけなんですけれども、まあ、ご覧のとおりあの豪華な顔ぶれのパートナーシップを結んでございます。で先方の方であのファーストアカウンティングの AI を使ってあの提案をいろんなところにされてますよということでございます。 でパートナーを使うことによってあの私たちは、まあ、広告に頼らず事業を伸ばす新規を獲得することもできますしまた私たちのインテグレーションの,あの AI をインテグレーションするのに大体6ヶ月ぐらいかかるわけなんですけれどもその実装の7割がパートナーで行うことによってあの私たち少ないメンバーで事業をスケールすることに成功しているということでございます。でまた私たちはアナログであるあの PDF や紙の請求書の電子化だけではなく あの電子請求書のですねペポルの足回りも国内の大手の会計ベンダーさん二十三社とあの契約が結べましたのであの電子が来てもあるいはアナログの紙や PDF が来ても電子化ができますよといったところが大きな強みとなってございます。で市場規模に関しましてもですねあの非常に市場環境が良いということでございましてあの国が出している二千二十五年のガケというレポートがございますけれども。 あの日本の,あの IT 投資の9割が ERP にあの投資をしているということでございますけれどもあのファーストアカウンティングは ERP 関連の SARS になりますのであの非常に予算が取れやすいですよということとアロエを出してあのお客様にご提供を差し上げてますので非常にお客様受けがいいというのが一番目の追い風でございます。2つ目は KLDX とといいううことで ESG ににに、ね、代表されるようにです、ね、いか CO2 あの二酸化炭素を削減するのかということで、あの上場会社様を中心としたあの社長様は DX をしたいというお言葉をいただいておりますし、一方で現場の経営の方もあの女性の方が多いということでもありまして、あの子育てをしながらあのリモートワークできるといいですねということで非常に DX ニーズが追い風になってございます。で三つ目はあの円安ということで、あの海外で BPO しているあのお手様も非常に多いんですね。 経理軍も BPO しているわけなんですが、ご存知の通り、145円を下回る円安でございますので、もう海外で BPO しておく、あの経済的合理性がなくなったということで、AI で業務を圧縮して日本に持ってくるといったものが一つトレンドになっております。で、成長戦略に関しましては、生成 AI を使った既存サービスの高付加価値化というものを取り組んでおりますし、あの、二つ目は、あの生成 AI のですね、論文、二つ、あの、弊社の方で、 あの海外の学会で論文が通りましたよということと、あと生成を使ったあの経理業務の意思決定支援ということを開発しております。またあの請求書のペポルを使って請求書を送る方もあの我々として今後サービス展開予定でございます。で海外展開用にですね私たちの方で英語の請求書というものが対応できるようになりましたというご報告でございました。で生成 AI を使ってですねあの私たち事業を伸ばしていくわけなんですけれどもお客様の あの制約を取り払うことで自信と意気を与えるというタップパーパスを私たちは実現していきたいというふうに考えてございます以上が会社説明でございましたそれでは番組をご覧の皆様へメッセージをお願いしますはいあの弊社は上場をゴールとせず業績を拡大しつつ株主様への利益還元を強化していきたいというふうに考えております今後ともどうぞよろしくお願いいたします本日はスタジオに ファーストアカウンティング株式会社の森社長にお越しいただき今後の事業戦略などについてお話を伺いました森社長ありがとうございましたありがとうございましたさて最後に経理 AI 導入におけるお客様の声を動画にまとめましたのでご覧ください 経理のナレッジっっっててやっぱり人によよ揺らぎあるんですよね仕事の品質なんかも高度に保ちながらコスト削減すするソリューションを探してたという状況ですね人間がやることですしやっぱり自分で入れたデータを自分で確認するというとどうしても漏れてしまうのでやっぱり第三者の目で見てチェックしなきゃいけないその当時はやっぱりどうしても人間が目視でやらざるを得ないとそれなりの人数を抱えなきゃいけなかったというところがございました。 リモタのいいいとととこころは明細まででで電子化できるということなんですね正確に制度税務をこなすためにはやっぱり鏡情報だけではね難しいんですねやっぱり明細見なきゃいけないとリモタのまあ効果としては我々カオグループの請求書の70%ぐらいをですねリモタで取り込むと。 言ったところに成功してい,ています要するにその工数をまあ大幅に減らすことができましたと具体的には六割近くがですね工数的には発見できてると思っていますもう経理承認業務ですね八割ぐらいはもう本当にロボタっていうサービスの AI 名言と言いますか そういいっったたとところで人間に代わてて目視をチェックしていただけるとさっき言ってたその人間の個々の判断による揺らぎもなくですね均一に経理承認ができるとで結果的にダリアの頃は13人ぐらいかかってたんですけどももう5人ぐらいでできてるとこれは極めて高い効果だったかなという,うに思っています。 支払い処理をするときに何費で落とすのかどこの部署で負担をするのか支払い先であったり金額であったり、まあ、いろんな情報を手でインプットしましょうと、まあ、毎月同じような支払いをしているとか何ヶ月に1回同じような支払いをしているというところがほとんどですので過去の履歴を引っ張ってきてそこに OCR で読み取った相手先とか金額を入れればほぼ自分で入力するとかはないということになっていますのでその意味では現場から非常に喜ばれているというところでございます。 やっぱりロボターのサービスっていうものは均一に高度なサービスを提供していただけますので非常にありがたいですね人の目視っていうのは極めて割合的には減ってますので人の効果っていうのはすごい大きいと思います目視チェックとかいう仕事はですねもはやもう人間の仕事じゃないんですね判断業務なんかも、まあ、生成 AI を使って解き明かそうと今チャレンジしています 髪がなくやなっぱりその先を見ているっていうところは関心をしていてファーストアカウンティング様から生成 AI を含めたテクノロジーのねナレッジを共有いただく我々は業務ナレッジを提供するそれによってこう2つがはみ合ってですね仕事の流れが変わっていったりとかするんじゃないかなもっともっとそういった活動が広がっていくんじゃないかなそういった取り組みをやっぱり多くの人に知ってもらいたいですよね。